こんにちは。センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第35回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃないんですよ。第35回、総1時間40分収録したんですが、またしても音声撮りを忘れてしまいまして、あのミキサーの電源がオフになっていたという致命的なミスを犯しまして、オーディオコメンタリーをつけようか。でも1時間40分もつけるのはかなり苦痛だなと思いまして、再収録することにしました。とは言ってもですね、すでに作業した内容は GitHub に上げてあるので、なんかブランチ切ってやり直すのもなんか変ですしね。なので、変更した箇所、その幻の第35回で変更した箇所を、レビューしながらどんなことをしたのかっていうのを確認するみたいな、そういう内容にしようかなと思います。痛恨の一撃でした。はい、すいません。結構辛いんですよ。撮った後キャプチャー止めて、で一応チラッと見直すんですけど、あれ音出てねえじゃん、え、まさか出てないとか言って、なんか飼育すると全域にわたって無音。もうね、これショックなんですよね。結構ひどいショックで、普通は収録するときってなんかヘッドホンとかつけてんですよね。収録現場とか、見てると、チャンネル9の番組とかでもよくやってますよね。サイトアドレスのマイクを口の近くに置いて、でその喋ってる人たちはみんなそのヘッドホンかけてやってるんですけど、この連載というか、ね、この番組はホワイトボード行ったり来たりするんですよ。でそういう時にそのヘッドホンとかイヤホンとかつけてると鬱陶しいんで、あんまりやりたくなくって、今までヘッドホンなしで、で音声が入ってるかどうかはその収録するときにキャプチャーの画面があるんで、でそのキャプチャーの画面でなんかこう音声レベルがグラフでこう揺れてるかみたいなので確認してたりしてたんですけど、魔が差したというかですね、見なかったんですよね、その時ね。で入ってない、ミキサーの電源、もうミキサーなんて大して電源食わないんだから入れっぱなしでもいいじゃないかみたいなのをちょっと思ったりしたんですけど、ちょっとミスをできるだけ減らしたいなと思ったので、なんていうんですか、その収録機材、ミキサーとか、あとあれですね、あとスイッチャーですね、スイッチャーとか、あと液晶モニターとか、カメラの電源を一括でオンオフできるように、なんかスイッチは一応導入しました。これでオンオフしてれば忘れることはないだろうみたいに思うんですけど、ちょっと慣れがいるかな。なんか最初のうちは機器を個別に電源をオフにしたりしてしまうような気がするんで、ちょっと慣れがいるかなみたいな感じですね。はい、すいません、余談でした。機材ネタはね、またそのうちやろうとは思ってるんですけども、まだねちょっと詰め切れてない部分があるので、おいおい、そろそろ熟成されてきたかなっていう頃にやりたいなと思ってますんで、またよろしくお願いします。はい、じゃあ話を戻しましょう。今見てもらってるこのビジュアルスタジオのコードは、ほぼ出来上がったものです。でちょっとですね、先にちょっとアプローチ変えて、先にその C のソースコードとして何が出たかみたいなのを見てもらいましょうかね。で、この、テストの、C シャープのコードが変換された結果として、この IL2C テストターゲット VA4 テスト4という名前の関数が生成されてますと、ここに。ジェネレテッドというフォルダーの下に、こういう IL2C テストターゲット .h というヘッダーファイルができてますと。で、これは、今回の変更によって、その出力されたヘッダーファイルですね。で、このファイル名の名前が、そのアセンブリから来てる。IL2C アンダースコアテストアンダースコアターゲット
.dll という名前のアセンブリーを IL2CX にかけることによって変換されたみたいな、そんな感じです。で、まあ、元の、その C シャープのコードを確認してみると、ここにその IL2C テストターゲットというプロジェクトがあるんですが、これの中にホゲさん CS というファイルがあり、ここの中に、今回その構想体の対応でやろうとしているあの 修正というかソースコードが入っています。変換用のソースコードが入っています。で、一つは構造体自身でホゲさんという名前の構造体を作ってます。こいつは、スタティックなフィールドですね、を1個持ってます。これはまあリテラルの初期値としてその123という値を代入してあると。で、もう一つは、このホゲさんのインスタンスメンバーですね、インスタンスフィールドとして、バリュー2という名前の、フィールドが宣言されている。で、テスト用のメソッド、その IL2C で変換する IL が書かれているもの、想定しているものはここで、テスト4という名前のメソッドが定義されてます、スタティックで。で、中ではこのホゲさんを入して、で、得られたインスタンスのバリュー2に、これですね、この、インスタンスメンバーですね、こいつに456というのを代入するという、まあ、こんだけのコードですね。まだ、インスタンスの、メソッドは、これができた後で実装することになっているので、おそらくその時にはここの、あの後ろにそれを足すような形になるんじゃないかなと思います。まあ、このコードを現状 IL2C にかけて変換すると、ここの、IL2C C ランゲージテストのジェネレーテッドの下に、IL2C テストターゲット C と IL2C テストターゲット H という2つのファイルが出来上がるみたいな、そんな感じになってますね。で、ヘッダーのファイルの方、出力したものを見てみると、まあ、ifndef define できてあって、で、必要なインクルード宣言が出てますと。スタンダードイント、ストリング、スタンダードブールエッジの3つが出ています。で、これ今、グレーアウトされてるのは、これ、リシャーパーの機能なんですけど、リシャーパーがこいつ使ってないよっていうのを示すためにちょっとグレーというかあれですね、サイドが落ちてるんですけど、これは使われてないわけではなくて、このヘッダーファイルをメイン C からインクルードした時に使われる、ごめんなさい、こいつの IL2C テストターゲット C の実装の中で使っているので、なので、ちょっとそれをリシャーパーが検出できずに、再度落としているだけで、これは必要です。必要です。で、あと、フィールドかな、スタティックフィールドの宣言がこれですね。で、これはヘッダーファイルなので、外部からその参照可能にするために、そのエクスターンでそのフィールドがここに出力されていると。で、スタティックメンバーの方がこれですね。ホゲオンクラスのテスト4というメソッドがスタティックで宣言されているので、それがここにエクスターンでやっぱり出ていると。で、まあ、他のエクスターンもみんな一緒ですね。これは従来からあるコードがそのまま出力されているというような感じになります。そして、あれですね、今回 の、 まあ、最大 の、 焦点となるインスタンスのための構造体宣言が、まあ、こんな感じで宣言されているという感じですね。はい。で、出力された C のコードの方を見ると、先頭で、今見てもらったヘッダーファイルをインクルードしてます。で、そして、スタティックフィールドですね。スタティックフィールドはグローバル変数として宣言されています。こいつに対応するエクスターンがさっきのヘッダーファイルにあるので、誰でもこの、変数を参照可能ですね。グローバル変数なので。まあ、グローバル変数っていうと C シャープにはグローバル変数なんかそもそもないじゃんって思うかもしれないですけれども、よく考えてみると、スタティックなメンバーフィールドというのは、まあ、それは
こう型のスコープの中に入っているだけで実質グローバル変数なので、まあ C の世界では、まあこういうふうに名前をマグリングして、複雑な、要するに1位に識別可能な名前にして、でグローバル変数として存在させているということですね。で、まああとは、メソッドの変換、ずっと、その必要なメソッドの変換があります。下4つは従来からあるやつと一緒。ちょっと畳んでおきますかね。3、4と。で、今回のやつがここに出てますね。IL2C テストターゲットの、保険のテスト4。で、そいつはローカル変数を1個持っています。で、あと、ポインターですね。ポインターが宣言されています。ここで、そのポインターの型、まあ、ローカル変数もそうですけど、その型として、先ほどヘッダーファイルに定義された、構造体が指定されていると。なので、ヘッダーファイルインクルードしてるから、ちゃんと認識できている。そして、あと、スタック1ですね、インデックス1のところにイント32の値を保存できるようにして、で、まあ、あとはポインター操作ですね。ポインターを得て、で、そのポインターの指す先をメムセットで0クリアし、これが、イニットオブジェに相当しますね。で、あと、もう一度ポインターを入れ直して、で、456をスタック1に入れて、そのポインターが指す、構造体の中のメンバーのバリューに対して、このスタック1の内容、つまり456が代入されるという感じですね。まあ、最後のリターンはもうここで終わるので、書いてあるだけで、まあ、なくても一緒です。はい、こういう感じで、出力されるようになりました。なので、これビルド実際通るので、通るし、走らせると正しく動きます。まあ、そこまではよくて、じゃあこれを出力するためにどういうふうにしたかという話なんですが、まずですね、トランスレートコンテキストの中に、リゾルブに関するメソッドがありましたね。こいつの中には、メソッドじゃない、モジュールを格納しておいて、そのモジュールに対応するリゾルブなんとかっていうのを呼び出すようにしていたと。ところが、このトランスレートするその契機というのは、そのアセンブリー基準の方が扱いやすいんじゃないかっていうのを、その前回やってました。で、なので、トランスレートコンテキストはアセンブリーを保持するように変えてあります。これですね、アセンブリーを保持する。で、問題はアセンブリーを保持すると、アセンブリーの配下に N 個のモジュールがあるので、その、メタデータトークンがやってきたときに、どのモジュールのメタデータトークンを見るべきか、要するにリゾルブすべきかみたいなことがわからないんですよね、アセンブリだけでは。まあ、現代のそのドットネットのライブラリとかは、基本的にワンアセンブリ、ワンモジュールなんですけど、ほぼ、僕はマルチモジュールアセンブリは見たことがないぐらい ないんですけど、一応そういうのは想定できるので、なので、この状態だと、モジュールが特定できないと。だから、このトランスレートコンテキストに対してリゾルブするっていうのは、なんか構造的にダメなんですよね。まあ、例えばインデックスを引数に指定してとか、まあ不可能ではないですけど、まあ扱いにくいですよね。そう、インデックス番号間違ってたらどうするんだとか、インデックス番号はそもそもどうやって指定させるのかみたいな問題が次に出てきちゃうので、あんまり良くない。じゃあ、その引くべきモジュールはどこで特定されるかというと、結局デコードコンテキストかなと思ったんですよ。デコードコンテキストって、一つのモジュール、一つの、メソッドですね。一つのメソッドのボディを解析中に、一個のデコードコンテキストが割り当てられているはずなので、その時点ではモジュールが特定できているはずですよね。なぜなら、とあるメソッドは必ずどこかのモジュールには属しているはずだから。なので、コンバーターのところで、そのデコードコンテキストを作る際に、モジュールを渡すようにしたっていうことですね。これ、new デコードコンテキストってやってますけど、ここでモジュールを渡すようにしています。その対象の。
このモジュールはどこから来るかというと、このインターナルコンバートの引数として渡ってくる。じゃあインターナルコンバートは、どこから呼び出しているかというと、コンバートですね。コンバートのコンバートメソッドで渡すようにしている。でここで、メソッドインフォは引数で渡ってくるんですけど、このメソッドにモジュールというのがあって、結局そのメソッドがどのモジュールに属しているのかこのプロパティを見ればわかるので、まあ、これを渡すことによってモジュールが特定されている。であと、デコードコンテキストの方で、このモジュールを保持しておいて、でリゾルブの要求に応えるというふうに書いてあります。ではデコードコンテキストの方を見ると、モジュール渡ってますよね。こんな感じで。で、これはそのまま、メンバーの、プライベートのフィールドに一旦格納します。これですね。このモジュールは、以前はあれでしたね。パブリックフィールドとして公開してたんですけど、まあ、パブリックで触る必要はないというか、まあ、できれば隠しておきたいので、プライベートに変換しました。で、ここにモジュールに格納しておくと、そうすると、晴れて、このデコードコンテキストを使って、各種リゾルブが可能になると。これですね。リゾルブタイプ、リゾルブフィールド、リゾルブメソッドっていうことができるようになりますと。まあ、これちなみに呼び出してるとこをちょっと見てみると、使ってるのは、これコンバーターですね。IL コンバーターの、これ、この例でいくとユニットオブジェなんですけど、ユニットオブジェの実装で、タイプトークンが渡ってきますよね。ユニットオブジェは、その初期化したい対象の型を指定する、オペラントに指定することになっているので、その型のトークンが渡ってくるので、デコードコンテキストに対してリゾルブトークンを呼び、リゾルブタイプを呼び出してやると。で、タイプトークンを渡すと晴れてその対応する型の情報が得られるという流れですね。他のリゾルブも全て IL コンバーターの中で使用されています。なので、これで、まあ、なんていうの、内部構造的なバランスは取れるようになったという感じですね。はい。で、大きくはそのぐらい。だったかな。ちょっと差分を確認してみましょうかね。コンバーターは、コンバーター今言ったようなところを変更しました。あとあれですね、フィールドとフィールドとメソッドの、プロトタイプ宣言を出力するようにしてます。でそれは、コンバータに、コンバートトゥヘッダーというメソッドと、それから、コンバートトゥソースコードという2つのそのメソッドをパブリックで追加してます。で、まあ、それぞれの名前の通り、片方はそのヘッダーファイルのその内容を出力するためのもので、こっちはソースコードの内容を出力するものですね。で、ヘッダーの方にはプロトタイプ宣言が必要です。で、内容は、構造体の宣言、タイプデフストラクトなんとかっていうような構造体の宣言、それから、インクルードですね。インクルードディレクティブが必要ですね。で、あと、各種、なんだ、グローバルメンバー、グローバルフィールド。グローバルフィールドじゃない。ごめんなさい。回ってない。これだ。これですね。スタティックフィールドに対応するグローバル変数です。のエクスタンですね。これが必要を。そして、各、その、スタティックメンバーですね。スタティックなメソッドのメンバーに対応する関数のエクスタン。これが今出力されるようになっています。で、ソースコードの方は、もう先ほどこれも見てもらった通り、そのプロトタイプ宣言ではないんですけど、あとフィールドをグローバル変数として宣言する。この時にはこの、初期化用の式が必要であれば出力する。で、あとは、パブリックスタティックなメンバーですね。が、変換された結果として出力されると。
いうような大きくそのヘッダーファイルとその、ソースコードのファイルの2つが出力されるようになっています。その変更をするために今言ったメソッドを、実装し、その中で、まあ、こんなような感じでソースコードを出力したりとか、それから、インクルードディレクティブを出力したりとか、あとエクスターンですね、フィールドのエクスターンを宣言する、メソッドのエクスターンを宣言するっていうような感じで書いています。で、あと、ソースコードの方は、まあ、従来と、まあ、大体一緒なんですけれども、一つは、このソースコード単位で、グローバル変数の宣言を出力してやる。それは、まあ、ここですね。このフィールドをぐるぐる回しては出してやる。で、あと、肝心な、その、メソッドのボディの方ですね、を出力するようになっていますと。ここを、まだ着手してないことがあって、これなんですけど、C のそのソースコード内にもプロトタイプ宣言が必要になる場合があります。それは何かというと、インターナルとかプライベートとかマークがついていたあのメンバーですね、これらはヘッダーに出してしまうと、まあ、パブリックとして扱われるというか、その外からそのヘッダーファイルをインクルードするだけでアクセス可能になってしまうので、なんでヘッダーには書きたくないと。だけど前方参照しかできないという制約があるので、その後方参照がにならないように、前方参照だけで解説できるように、すべてのその要素に対してその C のソースコード上でプロトタイプ宣言をやっぱり出さなきゃいけない。出さなくてもいいですけど、そうするとその、型とか、その要するにシンボル の, あの依存関係を調べて、あのグラフを作ってですね、その順序の通り出力するみたいな面倒くさいことをしなきゃいけないので、まあ、あのプロトタイプ宣言を最初にバーンって全部出して、それからあの実態をあのインプリメンテーションを出すというふうにした方が楽なので、まあ、そういうふうにした方がいいかなと思ってます。そのための出力ですね、ここのそのプロトタイプ宣言を出すっていうのがまだ実装してないです。なので複雑な依存関係を持つコードを出すと、多分あの出力自体は出るけど、あの C のコンパイラーのところでコンパイルできないっていうエラーが出るかもしれない。あの要するに、シンボルが宣言されてないみたいな警告とかエラーが出るような気がします。はい、これがまあ残件として残っていることですね。はい、以上の内容がその幻の、35回で行われたことで、とりあえずこの状態で、IL2C を動かして、その先ほど見てもらったテスト用のクラスですね、まあ、テスト用のアセンブリというか、この IL2C テストターゲットを IL2C エグゼにかまして出力させたのが先ほどのソースコードと。で、こいつを実際ビルドしてデバッグ実行すると、問題なく動きますと。まあ、ちょっと実際に、動き自体はね、入力も出力もないんで、つまんないですけど、動かしてみましょうか。では、スタート。はい、行きましたね。で、中に入ります。と、ここへ来てますよね。これ、そうですね、ここでグローバル変数を垣間見ると、ちゃんと123になってますよね。なってますね。はい。で、入ってきました。これをステップ実行します。まず、このローカル変数のアドレスが、こっちの、この、これですね、このリファレンスのところに入ります。そしてそのアドレスに対してメムセットで内容を初期化します。サイズはこれですとしますね。で、そうすると、このローカル変数の中身、さっきなんかちょっと変な数字が入ってたんですが、今これはゼロクリアされていますね。で、もう一度ちょっとポインターを再取得して、これに自体に意味はないですけども、そして、スタック1に456をプッシュし、このバリューに、今現在は0が入ってますね。これ0が入っている。ここに、このスタック1イント32の内容を代入します。そうすると、
456に変わりましたね。はい、これで、ソースコードの実行としては満たされたということになりますね。ではちょっとあの幻の収録の時にやらなかったんですけど、せっかくなんでね、リリースビルドしてみますか。エラー出たりしてね。そんなことはない。そんなことはないですね。通りましたね。はい。これがリリースビルドだから、ブレイクとかがね、どうなるかなみたいなんですけど、ちょっとこんな感じで実行してみましょうかね。ブレイクにもかからずに終わってしまいましたね。ステップインしないといけないか。ステップインはないですね。デバッグ。こうかな。よいしょ。あとデバッグロケーションも出しとこうかな。デバッグロケーションもちょっと出しておきます。で、これでステップインします。ごめんなさい。違うのを実行して、IL2C を実行してました。こっちですね。これを C のコードの方を実行します。あ、ここブレイク失敗してるけど、ここで一応止まりましたね。これで、この状態で、逆アセンブルの結果を見ます。ああ、なるほど。ああ、わかりますかね、皆さん。これ今、メインの最初のところでブレイクかけてるんですけど、エクスチェンジ XX って、X の内容同士を交換するっていう意味かな。これ、なんでこの命令が選ばれてるのかちょっとよくわかんないですが、まあ、あんまり意味はない。で、ここで、XYEXEX っていうのは、EX レジスタ同士を XOR する。これはテクニック的に要するに EX を0にするっていう意味なんですけど、つまり0にする。そしてリターンなんですよ。つまりね、これ何も行われてないですね。そしてそれはなぜかというと、これ、過去やったやつですね。これも、結局何か値を得るかもしれないけれども、その次のこのアサートっていうのがリリースビルドではこの式って評価されないんですよ。これもということは結局その関数を呼び出して得られた結果の値をどこでも使ってないので、そもそもこの関数を呼び出す意味はないんじゃないのみたいな感じで削除されたですよ。で、ここで鋭い人なら、こいつの中身に副作用を伴う何か処理があるかもしれないじゃないかって言うかもしれないですけど、多分それもお見通しなんですよ。だからつまり、ここの中では純粋な計算しかしていない。副作用を伴う処理。例えば、プリント F で、コンソールに何か出力するとか、何かファイル操作をしているとか、そういうのをやってると、それをもちろんやらないといけないですけども、これの中身についても、まあ、なんか結局のとこ計算してるだけで何も生み出してないよねっていうのが C コンパイラーにはバレバレで、なのでこれら2つについては全く不要なものとして除外された。そして肝心なこっちですね、こっちも結局中で行われてるのは計算だけですね。ここで行われているのは、ローカルゼロを用意するんだけど、そこに値も代入するんだけど、それだけで結局その後こいつを何かするっていう、何もしないよねみたいなことがバレているので、結局全体としてこいつメイン何もやってないじゃんみたいな話になり、それで今のあの逆アセンブル結果、じゃあゼロでも返しとこうかみたいなこれイントなんでね、これイント返さないといけないです。はい、というわけでリリースビルド恐ろしいみたいな全てお見通しだお前みたいな、そんな感じですね。ちょっとこれでは実際のとこどうなのかみたいなのが分かりづらいというか、全然分からないので、どうしましょうね。なんかちょっと変更しますか。テストコードがまずこれですね。このテスト4、
これがあんまり面白くないんですよね、このテストね。前にもちょっと言いましたけど、本当はこんな感じにしておきたいんですよね。その、バリュー2に456を代入したんだったら、その456が取れてしかるべきなので、こういう感じ。これやるとね、このフィールドへの、このフィールドから値を取得するためのロードフィールドっていう IL が出るような気がするんですよ。それがね、まあいいか、確か実装してなかったような気がするんで、出たら実装しますか。はい。で、そうすれば、int を返すようになる。そうすると、このコード自体に意味が生まれてくるので、まあなんかね、この構造体の宣言とか、メムセットでゼロクリアするとかが、果たして C コンパイラーにとって最適化として除外される対象になるかどうかっていうところは、まあなかなか興味深いですね。なので、まあこんな感じにしておきましょう。で、これを変換すると、コードとしては、今まだ出ないからちょっと直さない方がいいですね。ビルドが通らなくなるんで。じゃあまずちょっとこのまま、ビルドします。そして、IL2C を動かして、で、変換させてみます。あ、なんか変換できたっぽいですね。あれ、でも何も出てないか。なんでだろう。何も出てないですね。どういうことなのかな。これビルドされてるよな。そして、こいつを、ビルドします。実行します。あれ、ダメですね。なんでだろうな。で、出力された、C とか H は変わってないですね。変わってないですよね。あれ、何か見落としているのかな。ちょっとデバッグに戻して、あ、そうかそうか。分かった気がします。IL2C の、これですね。このデバッグ実行するときに指定してる、これがいかんですね。これがデバッグの方にしかなくて、リリースにはないですね。すいません。こいつをリリースの方に置き、さらに参照するアセンブリもリリースモードで、作られたものを参照するように直しておきますかね。こんな感じですかね。はい。まあでもちょっと、リリースモードで動くとは思うんですが、試してないので、話をややこしくしてしまうので、とりあえずデバッグビルドの方でもう一度実行しますね。デバッグ実行します。あ、なんか出ましたね。インバリットオープコード。なんとなくそうですね。7B って出てますけど。カレントインデックスが23。これは、こいつを IL スパイで見て、テスト4。23ということは、これ16進で出てない、10進で出ているので、1、この辺かな、これかな、ああ、そうですね、ロードフィールドですね。ロードフィールドがない。ST フィールドは実装しましたね。ロードフィールドがないので、やっぱりロードフィールドを実装してやらないといけないですね。じゃあ、まあ、やりましょうかね。はい。ロードフィールド
まあ、ロードフィールドという、ロードフィールドコンバーターというファイルがあるんですが、ここで過去実装したのは、ロードフィールドではなくて、ロード S フィールドなんですよね。なので、これを変える必要がある。ロードフィールドにします。で、オプコードはロードフィールドですね。ロードフィールドに変えます。これ、ロードフィールドは1個だけですよね。ロードフィールドしかない。ロードフィールドか。あ、ごめんなさい。ロードフィールドか。ロードフィールド A か。どっちかですね。で、今回やるのはロードフィールドなので、ロードフィールドでいいと。ロードフィールドだよな。ちょっともう一回、念のため確認します。ロードフィールドですね。はい、大丈夫。で、アプライするとやっぱりフィールドトークンが得られます。で、ロードフィールドコンバータ UD っていうのはアプライで、フィールドトークンを渡してやるとそれが出力されるみたいな流れにすればいいとか？いやー、なんか良くないような気がしますね。アプライなんですが、ここに適用するのは、前回というか前やったのはこれスタティックのための実装なので、合ってるのかっていう話があるんですよね。ST フィールドの逆ですよね、言ってみれば。ST フィールドがどうしていたかというと、ST フィールドは UDD に分離したんじゃなくて、そのまま実装していて、で、リゾルブフィールドでフィールドの情報を取得しておきつつ、値をポップし、そして、各種チェックを行い、代入の互換性とかやって、型が一致してるかとかを確認し、そしてこういう式を最後に作って出力したんですね。これの右辺と左辺が逆みたいなイメージですよね、言ってみればね。そういうことですね。なので、これ、どっちかっていうと内容的にこれが近いのかな？ここで今書いてるこのアプライが。ああ、なるほど。ST フィールドコンバーターは直接それを実装してるんですよね。で、ST フィールドも STS フィールドがあるような気がするんですよ。スタティックダストのフィールドに対してストアするっていう命令が。で、まだ僕らやってないですけど、それがあるはずなので、そこの実装というのは、だいぶ違うんですよね。その、スタティックなフィールドって C 言語上ではグローバル変数に相当するので、こう、アロー演算子とかもちろん出てこない。それから、スタックからポップする値は2個ではなく1個のはずですね。そうですね。なので、だいぶ実装が違うので、多分共通化するのは、もうちょっと、ひょっとしてできるんであれば、もうちょっとそれが見えてからの方がいいような気がします。なので、ちょっとこいつをですね、例によって一旦もらって、ロードフィールドの、ロード S フィールドは、UDD として外出ししたけど、これちょっと廃止してもいいかもしれないですね。廃止してこちらに戻してもいいかもしれない。で、こっちの今回実装するロードフィールドの方は、ST フィールドから持ってきた実装に一旦すげ替えます。やることは、バリューは違うな。ちゃんと見ましょうかね。見るって言ってるのは、ロードフィールドのオプコードがどういう動きをするのかを MSDN で確認してみましょう。どうなるんだ？まず形式は、7B と、
オペランドですね。で、オペランドはこれ、フィールドのメタデータトークンですと。で、スタックの遷移動作としては、オブジェクト参照またはポインタがスタックにプッシュされます。これは私たちがきっとやります。そして、オブジェクト参照またはポインタがスタックからポップされます。つまり1個だけかな、スタックに積んでおくのはね。で、オブジェクト参照が必要ですよと。そのオブジェクト参照またはポインタが必要で、そいつが指すその実体の、どのフィールドから取ってくるのかという、そのフィールドの情報がメタデータのオペランドとして渡されるという感じですね。で、オブジェクト内の指定したフィールドの値が検索されます。フィールドに格納されている値がスタックにプッシュされますという流れですね。下ちょっと確認すると、ロードフィールド命令はオブジェクト内で見つかったフィールドの値をスタックにプッシュします。オブジェクトはオブジェクト参照、マネージポインタ、アンマネージポインタ、遷移ポインタ、または、値型のインスタンスとしてスタック上に存在している必要があります。検証可能なコードではアンマネージポインタは使用できません。オブジェクトのフィールドは、フィールドメンバーを必ず参照しているメタデータトークンによって指定されます。フィールドメンバーを、そうですね。モード1の方は、フィールドに関連付けられた方と同じです。で、フィールドには、インスタンスフィールドまたは静的フィールドを使用できます。インスタンスフィールドの場合、オブジェクトはヌル参照以外である必要があります。これ本当かな？ちょっとここ微妙な気がしますね。モドリッチの方はフィールドに関連付けられた方と同じですって言ってるけど、例によってフィールドがバイトとかショートとかだったらダメなんじゃないですか。これって32ビットの値に拡張された値としてスタックにプッシュされなければいけないんですよね。これなんかね、嘘を言ってるような気がしますね。いかん。だんだん怖い人になってきた。いかんな。これは、そういうことで間違いないような気がします。このドキュメントが間違ってる気がします。自信を持って言える気がする。強くなった。はい。で、じゃあですね、結局のところ、動くのは、1個だけ値をスタックからポップすると。で、それは参照ですね。今使っているのは参照なので、このコードは ST フィールドなので、要するにストアしたい値もスタックからポップしてたけど、まあそれはないですね。ロードなので。なので、まあ削除しますと。で、この参照が参照であるべきかどう、参照かどうかっていうのをここで確認している。まあこれいいですね。それから、その参照がの、デリファレンス、参照外しした結果の方が、代入互換性があるかとかチェックしてるんですけど、これは不要ですね。なぜなら、今言った話で、そのポップされてきた、フィールドからその取得してきた値そのものの型を、そのままスタックにプッシュすればいいので、ここではその仮定はないですね。要するに何が来るべきかっていう仮定がないので、いや、本当かな。いや、違うわ。ごめんなさい。違いますね。ここでチェックしてるのは、フィールドの型と一致してるかどうかっていうのを見てるんですね。やってきた、スタックからやってきたのは、参照の型なんで、その参照が指してる先の型の互換性があるかどうかを見てるんですね。これやらないといけない。はい。このままでいい。で、あとはこっちですね。ライトエクスプレッションか。ライトエクスプレッションではないですね。これどうすればいいんだろうな。そうか。もちろん今 SI バリューはないんですが、なるほど。この左側に、今やろうとしてるのはこんな感じですね。スタック0イント32t イコール、なんかホゲディファレンスバリュー1みたいな
こんな式が出るのを想定してるわけですよね。ちょっとかなり簡略化して書いてますけど、これそう、あ、まあちょっとここがよりリアルにしますか。こんな感じですかね。スタックゼロホゲリファレンスと、これで分かりやすい。はい。で、仮にバリュー1が、バリュー1がブールだったら、ブールだったらこうならないといけないですね。こうか。こういう感じですかね。そういうことをやるために get write expression あるんですが、残念ながら今このシンボルインフォメーションが、SI リファレンスしかないんですよね。SI リファレンスだと、ここの型が、この今この例で言うなら、これイントサニーキーですよね。で、ここが、ホゲアンドなんですよね。で、ここがグールっていうような感じの型になってるんですけど、SI リファレンスがこれになってます。それの参照先に対する型ってことか。ちょっと待てよ。1ってどうやって取った？あ、フィールドの名前で取ってるのか。じゃあ、フィールドタイプでいいってことか。あ、そうですね。あ、そう。でも、これ、代入先は違いますね。代入先はフィールドタイプ。難しいな。あ、いいや、合ってる。うん、合ってますよ。で、こっち側が問題で、SI リファレンスではないんだよな。SI リファレンスっていうとこれですよね。だけど、実際には、これが欲しいんですよね。こいつのシンボルが。そのシンボル情報は、手元にないのか。これシンボルインフォメーションですね。まあ、捏造することはできるかな。例えば、シンボルインフォメーションってやって、かなりむちゃくちゃなコードですけど、SI リファレンスシンボルネームってやると、そうすると多分、これが取れると思うんですよ。で、プラス、いや、もう書いてて、いや、ないやろみたいに思ってるけど、こういうイメージ。あんで、型は、フィールドのフィールドタイプかな。あ、間違えた。間違えました。フィールドタイプ？こういうシンボルインフォメーションを作ってやって、で、get write expression にかければ、そうすれば、目的となるこういう式が得られる。要するに、ここの型、この、メンバーフィールドの型に応じた式が得られるような気がするんですよ。これは、微妙ですね。微妙ですね、これ。そうですか。これ何を意味してんだろうな。今、ちょっと抽象的に、このシンボルインフォメーションの式が何を表しているのかをちょっと考えてるんですけど、パッと思いつかないな。まあ、エクスプレッションの結果を表している。ってことなんだろうな。シンボルではないってことですね。式ってことですね。今までシンボルインフォメーションといえば、特定の何かを直接指すシンボルに関する情報っていう意味合いで、このシンボルインフォメーションという構造体を使っていたんですけど、
これを見ると、特定の式ですね、式とその式の結果を表す情報を格納しているというような見方ができますね。なんかそっちの方がベターな気はするんですが、どうしようかな。ちょっとわかんないですね。とりあえずこれでどうちゃんと動くかどうかは確認してみましょうか。でもしこれが変換不能だっていうことになると、インバリットストアオペレーションになり、スタックのタイプ、これ難しいですね。SI バリュー、そう SI バリューがこれなんですよね。こういうことかな、こういう感じで SI バリューをちょっと捏造しましたけど、はい、これでついつまはあったかな。これでターゲットタイプのフルネーム、ターゲットタイプはフィールドタイプ、だからまあ合ってますよね、合ってます。そうか、これゲットライトエクスプレッションって言ってるけど、実際のところは前提があって、シンボルインフォメーションが右辺、そしてなんかその代入先の型が示されているっていう条件の時に使えるメソッドなんですよね。なんかこれちょっと名前が紛らわしいかな。今やろうとしているパターンはちょっと微妙ですけど逆ですね。この左辺がシンボルインフォメーションになってほしいんですよ。で右辺が任意の型、の情報を渡すと、そうするとそれに対応する代入の式が得られるみたいな感じになってほしい感じはするんですが、どうしましょうね。ちょっとライトエクスプレッションなんかを見ますか。こんなことをやっています。直接代入可能、is assignable from のこの関係によって直接代入可能だと分かれば、単にそのシンボル名を返します。そうじゃない場合は右辺の型ですね、右辺の型がニューメリックプリミティブかどうかを見ています。ダメだとダメってことですね。で、ニューメリックプリミティブだったら、左側、左辺の方もニューメリックプリミティブかどうかを調べて、両方ともそうだったら、単にキャストすれば、この場合はキャストというか型変換ですね。型変換を行えば、この代入が成立するから、だからキャストをする。いいですね。で、ブールだったら、式に展開しなきゃいけないので、こういう式を出力してやる。左辺ですね。左辺がブールだったら、こういう式に変換するみたいなことをやる。これ以外のパターンは代入不能なので、ヌルを返す。まあ、ヌルが返ってきたら、その呼び出し元はそれを検知して例外をスローするみたいな、こう、そういう流れで使うことを前提にしてますね。そうですね。これ、オーバーロードを作ればいいのかな。これ今ちょっとコピーしましたけど、ここが今シンボルインフォメーションを想定してるんですけど、そうではなくてそれをばらしたものにするかな。
RHS エクスプレッションとかにしますか。で、タイプ RHS、タイプ、こういうふうにしますかね。これ逆の方がいいのかな。こうかな。まああまり意味はないですけど、こんな感じで、どうやってやるかというと、この辺ですね。この辺は直す必要がありますね。で、代入互換性がある場合は、そのエクスプレッションをそのまま返せばいい。それから、ニューメリックプリミティブ、右辺がニューメリックプリミティブかを見て、そうだったら左辺もそうかどうかを見て、両方ともそうであれば、キャストすれば、いけることがわかるのでキャストします。その時にこの RHS エクスプレッションをここに渡してやる必要がある。これは式なので危ないから、カッコで食っておいた方がいいかな。こういう感じの式を出力する。で、LHS がブールだったら、やっぱり、この RHS エクスプレッションを出力するけど、これもちょっとカッコで囲っておいた方がいいような気がしますね。こんな感じかな。で、これなんか逆だったらどうなんだっていうのはちょっと気になるんですけど、って言ってるのは、RHS タイプが、ブールだったら、つまりそれはこういうことかな。とりあえず書くだけ書いてみると、 RHS タイプが、タイプオブブール、かつこれじゃないといけないかな。こういう感じですかね。こう。これなんだろうね。どういうことかな。右辺がブールの値。左辺が、数値型。32キイコール、ブール。みたいな式の場合。これは、成立するか、しますね。C99 だと、これは数値として扱われて、true の場合は1で、false の場合は0なので、そういう値がここにプッシュされるみたいなことになる。実際に出力するべき数値としては、なんだろう。キャストではなくて、これと同じような感じで、こうなるんかな。こう。こういう感じですかね。数値のリテラルだからいいとは思うんですが、いいですね。1とか0。何を言ってるかというと、イント64の場合に LL をつけなきゃいけないかどうかみたいなことを今考えたんですけど、まあ大丈夫でしょう。1と0なんでね、これがすごいでかい数字になるっていうんだったら別ですけど、そうじゃないので、特につけなくてもこの互換、代入互換は成り立つだろう。なので、こうします。これでいいかな。それ以外の組み合わせだったら NG ですね。こういうことかな。この式って上でも必要ですよね、きっとね。ここでも、こんな感じで。ここの場合だと RHS、RHS ターゲットタイプがブールです。で、LHS タイプが、ニューメイクプリミティブです。この場合、出力すべきものはこれかな。 RHS のシンボルネーム
を、まあこれシンボルネームって分かっているので、カッコとかいらなくてこういう感じ、うん、このパターンはやってないから今のところ出てこなかっただけで必要ですよね。 LHS が数値型、うん、いるような気がするな。この辺のね、網羅性は、ある段階で、あれですね、カバレッジ測定をして、でどうなのかみたいなものは評価しようとは思っていたんですけど、どうしようかな。まあ一応入れておくか。まあこれなんか見たところね、式として括弧でくくるか否かを除けばほぼ同じことをやっているので、そちらを呼び出すようにするっていうふうにしたいんですけど、なんか地味にめんどくさいな。かといってこれロジックがなんか結構あるので、まあいいか、これでとりあえずこうしておきます。なんか嫌だなと思ったら、これを一つにまとめるようにします。で、話を戻すとですね、これで今の元ネタできた気がするので、ロードフィールドの方へ戻り、ここですね。でここで無理やりシンボルインフォメーションを作っていたのを、そうじゃなくて今作ったライトエクスプレッションのオーバーロードの呼び出しに変えます。ここで型はフィールドタイプ、なんかフィールドのフィールドタイプ、それからシンボルというか式がこれですね。で左辺って本当はこれじゃないんですよね。フィールドタイプではないです。なぜかというと、そのスタックにプッシュするときの型は型が拡張された値として、スタックに積まれなければいけないので。それってどこでやったんでしたっけ。何だったかな。ロードフィールドでもなんか、あ、そうか、これですね。これでやったんですね。そうだそうだ。それ言うと、ブールの場合の特別な扱いっていうのも同じようにやってますね。そうですね。じゃあ、まずこれをコピーして持っていきましょうか。ロードフィールドの、ここら辺かな。ここら辺で、型を、ターゲットタイプは、フィールドのフィールドタイプなんだけど、フィールドの型がバイトだったりとか、ショートだったりとかした場合は、イントに強制されます。それが、右辺です。あ、左辺ですね。左辺として、左辺の型として指定される必要がありますと。はい。いいですね。で、あと、これはフィールドタイプはそうです。スタックのタイプか。スタックのタイプはターゲットタイプにならないといけないですね。ちょっとここの表現ね、なんか例外発生したとして、これで、いいかと言われると、ちょっと微妙ですけど、インバリと、しかも、インバリとロードオペレーションかな。こんな感じかな。はい。で、実際のところ作られる、式というのはこんな感じになる。あ、でもこれライトエクスプレッションにそれがもうすでに含まれているから、だからいらないですね。2はいらなくて、でフィールドの名前がこの式そのものに含まれていますよね。うん、いるのでこれでいいですね。こういう感じですね。
なんかあれですね、対称性がなくていまいち しっくりこないな。しかも、ここの部分、ブールの場合もイント3にならなきゃいけないか。あ、じゃあ式としてここに1個追加する形になるのかな。もうちょっとなんかバリエーションを見てみないと、どう共通化したらいいかがよくわかんないですね。まあいいか、これで。今のところは。今のところはこれでいいですかね。はい。で、ロードフィールドできたので、動かしてみましょうか。アイルツシになってるね。このまま実行すればいいはずですね。インバイトプログラムシーケンス？インバリッドタイプアットスタック。マジですか。あれ？ターゲットがバイレフじゃない？ロードフィールドで？バイレフじゃない？リファレンスのターゲットタイプ、これ何かというと、ホゲスリー。これは、これおかしいですね。なんでバイレフじゃないのかな。腕見ますね。ロードロックしました。そしてロードフィールド。どういうことなんだ。ああ、式の代入の操作自体は、ロードロック A で、このスタックの、ここですね。これのアドレスを取得し、そこのメンバーを書き換えるために、ロードロック A で、ST フィールドしてるんですね。だから、このローカル変数の値が存在する場所の、バリュー2に対して値を入れている。ところが、ロードロックの方は、あ、じゃあ、ロードフィールドの方は、ロードロック0で、この値そのものですね。これをそのまま直接スタックにプッシュしてますね。それは何を意味するかというと、この構造体、飛んでしまった。この構造体を、直接、この構造体のアドレスではなくて、この構造体そのものをプッシュしてますね、ロードロック0で。そして、それに対してロードフィールドしている。マジですか？ 本当にそうなの？ちょっと驚いてるんですけど、そうなの？これはですね、MSD のを見ないといけないのかな。ロードフィールドですね。間違ってないですよね。ロードフィールドで、もう一度この詳細の部分を読みますか。ロードフィールド命令は、オブジェクト内で見つかったフィールドの値をスタックにプッシュします。オブジェクトは、オブジェクト参照、マネージポインター、アンマネージポインター、遷移ポインター、または値型のインスタンスとしてスタック上に存在。これですね。この文面ですね。値型のインスタンスとしてスタックに存在している必要があります。それを許容してるんですね。
おお、これは意外だった。ロードフィールドはポインターだけじゃなくて値型のインスタンスについてはそれも受け取れるようになっている。ほんまですか。この部分って ST フィールドとは1対1に対応しないですね。もちろん ST フィールドでスタック上に存在する値の、とあるメンバーのフィールドを書き換えれたとしてもスタックなんで無意味だということはもちろんわかるんですけど、そうなんだ。いや、これ知らなかったですね。だけどマネージポイントは許されてるんですよね。だからロズリンが仮にこのロードロックをロードロック0をロードロック AS ホゲス3って出したとしてもなんか問題なく動くような気がしますね。むしろロードロック0ってやられると、そうするとこのバリ素直に解釈するなら、このバリューのバリュータイプの構造体全体をスタックにプッシュしなきゃいけないんで、この構造体のサイズがでかい場合、なんかコピーのコストが起きますよね。もちろんそれを見越した上で最適化することは可能だとは思うんですけど、例えばロードロックが発生し、その後すぐロードフィールドが発生し、それで扱っている方が構造体だというふうに認識できたら、そしたらもうスタックにコピーするとかいうような操作は行わず、ダイレクトにそこが示す構造体の、メンバーですね、に直接アクセスするっていうような最適化を JIT コンパイラーがやることは可能だと思うんですけど、それにしてもそうなんだみたいな そうなんだ。必要だったのこれ。わからないな。IL の命令として必要だったのか、甚だ疑問なんですけど、まあでもできるっていうんだからしょうがないですよね。いやー、驚きです。こんなん初めて知りました。なるほど、道理で、こう言われるわけですね。ということは、今ここでバイレフで見てるけど、バイレフじゃなかったら一律 NG っていうのはダメだけど、その一方で、バイレフじゃない方がやってきても許容できなきゃいけないですね。その条件はバリュータイプだけですね。まあ他にも対応しなきゃいけないのは、アーマネージポインターとかいろいろありますけど、あるけど、バイレフとの配多関係にあるっていう点で言うと、バリュータイプ。なので、ここの条件足せばいいのかな、まずは。バイレフがフォルスで、かつ、is バリュータイプがフォルスの場合。っていうことですかね。これはダメですね。バイレフが true だったら問題はない。そうですね。アドレスを受け付け、マネージポイントは受け付けます。マネージ参照を受け付けます。あるいは、バリュータイプではない。値型のインスタンスですね。値型のインスタンスが対象なので、ではない。こういう条件ですね。こういう条件の時に、インバリッドタイプアットスタック。ところが、まあ、まずここはいい。ところが、この後ですね、そうか、デリバレンスドタイプのチェックをするときには、これバイレフが条件になりますね。もう果てしなくめんどくさいね、これ。果てしなくめんどくさいけど、まあちょっととりあえず、if バイレフだったらみたいにしますか。で、ここアーマネージポインターの時とかも同じかもしれないですけど、まあこんな感じにしておきましょうか。バイレフの時には、デリファレンスした、型で、
代入互換性があるかどうかの確認をする。そうじゃなかったら、その型そのものが一致しているかどうかを見る。つまりこういうことですかね。こういうことかな。これがフィールドに、フィールドを定義している型そのものに、代入互換性があるか。フィールド、そうですね。あるんか、これ。いや、なんか違うような気が。違う、本当かな。あ、デクラリングタイプだからいいのか。ああ、ややこしいね。本当ややこしい。ですね。今やろうとしてるのは、ロードフィールド。例えば、焦げ。バリュー1みたいな命令で、これは、0の、例えばイント32t イコール、スタック0の捕鯨のバリュー、あ、じゃあスタック0捕鯨の、おお、しかもこれか、おお、バリュー1、こういう式にならなきゃいけないのか。なぜならこの手前で、スタックに積まれるのはロードロックゼロみたいな感じで、ローカルアドレスのポインターではなくて、ローカルアドレスから得られる値型の値そのものがスタックにプッシュされる。だからここで生成されるべき、スタックのローカル変数はこんな感じ。要するにリファレンスではない、値型はそのまま格納されている、ローカル変数がスタ、あの生成されるべきだし、そいつに対するアクセスはこれアロ演算子じゃなくてピリオドで出さなきゃいけないんですね。めんどくさ。ほう、なるほど。でもですよ、でもST フィールドの時に言ったように、例えばこうもできるはず。書けば、ロードロック AS0、ロードフィールド、バリュー1 とも書くことができるはずで、その場合はスタック0のイント32t のイコールスタック0の5弦のリファレンスのアロー演算子バリュー1というコードになるはず。こういうことですかね。できねえかな。このピリオド
出させないようにしようと思うとポインターにしなきゃいけないから、無理やり書くんだったらアスタかっこアンパサンドとかやれば、ほらアロエンザーチになるかな。あんまり意味ないか。あんまり意味ないし、可読性落ちますね。しょうがないか。ちゃんとそういうふうに出力するようにするか。あんまり意味はないっていうのは、それによって実装量が減るかと言われると、ちょっと減るかもしれないけど、どちらにしろ分岐が必要ですね。この直前にどういうふうにスタックに積まれているか、値そのものなのか、それとも値のアドレスが付与されているのかによって変えなきゃいけないので、どちらにしろ if による分岐は必要で、でまあそれやるんだったらこうやってちゃんと出るようにした方がいいかなみたいな、そういう判断ですね。ああなるほどね、これ考えなかったですね。結構わかんない感じですね。では、それはバイレフまたはバリュータイプの場合ですね。ちょっと明示的に書きましょうかね。ターゲットタイプが is バリュータイプならゴニョゴニョする。それ以外の場合っていう分岐ですね。これが、ここに相当するので、この例外スローするってやつをここへ移動しておきましょうか。こんな感じで。で、しかもこのフィールドの、デクレアリングタイプが第二互換性があるかって話なんですが、むしろこれ逆ですね。これST フィールドから持ってきたから、本当はこれじゃダメで、こうかな。is assignable from フィールドのデクレアリングタイプみたいに、ちょっと逆でしたね。こんな感じかな。本当かな。デリバレンスされた結果の値は、フィールドの、フィールドの型の、型と一致しているか、ちょっともう一回。これが、フィールドインフォのフィールドタイプですね。こいつは、フィールドインフォの、スタックだもんな。スタックだから違う。いいか。フィールドインフォのデクレアリングタイプであり、なおかつ、このロードロックゼロで積んでいるスタックの、このスタックタイプというか、これですね。で、これは全然前回ぐらいに話したか。構造体を扱っているからそういう可能性はないけど、クラスを扱う場合は、ここに継承関係が生じるかもしれなくて、継承されているものの規定クラスに宣言されているフィールドにアクセスする場合は型が違っていても許されるべきなんですよね。スタック0にどんな値が含まれてくるのかというのは、そのフロー解析で分かっていることなんだけど、そいつはここで厳密に指定されているこのフィールドの型とは違うかもしれないんですね。だからここは
まあ、イコールなら問題ないけど、イコールじゃなくても、ちゃんと判定を、第二互換性に判定があるか、だから第二互換性に問題がないかどうかを判定する必要がある。どっちから、どっちなんだ。もうややこしすぎてね。こっちの方が、より幅が広いというか、想定できる幅が広がるはずなので、スタックに積まれる値の方が。なので、こっちからこっちへの代入互換性がないといけないですね。だから、fi declaring type、is assignable from stack type という順序ですね。どっちだ、どうなってたかな。SI リファレンスがスタックから取ってきた値です。スタックから取ってきたこのデリファレンスの値がフィールドの、デクラリングタイプにキャストできるかだから、あ、元のままでいいですね。僕はこれ逆になるんかと思ってました。こういうことですね。こう。はい、いいですね。そうすると下も一緒ですね。フィールドデクレアリングタイプの is assignable from SI リファレンスのターゲットタイプと。はい、大丈夫ですね。バリュータイプそのものがスタックに積まれている場合。それ以外には将来的にはここに、参照型の場合どうだとか、アンマネージドポインターの場合どうだとかみたいな分岐が現れるかもしれない。ってことですね。そして、ここに拍車をかけてややこしいのが、今のバイデフの場合とそれからバリュータイプが来た場合によって式が変わるということですね。アロー演算子を使うのか否かみたいな違いか、ここですね。これそれ以外に違いはないよな。アロー演算子さえ使えば問題はないはず。本当にややこしいな本当にややこしいね。フィールドタイプ、この辺はフィールドタイプ使ってますね。 SI リファレンスの値は結局使ってない、安全な代入かどうかの確認をしているだけで使ってないので、変更しなきゃいけないのはここだけ。なんか上で使う演算子をほじっておいてここに書くとかいう風でもまあいいかもしれないですが、どうしようかな。なんかあんまり綺麗なコードではないですね。つまり、ここで、オペレーター、オペレーターイコールなんかこんな感じにしておき、バリュータイプの時だけ、ここを書いてかな、ドットに変え、で、オペレーターをこう足して式を作るみたいな感じにしますか。後の処理は共通であるってことと、それから、将来そのさっき言った参照型とかアーマネージドポインターとかをサポートする場合もおそらく C の実装側っていうのはポインターになるような気がするんですよ。だからまあデフォルトをアロー演算子にしておいて、バリュータイプへのアクセスの時だけピリオドに置き換えると、こんな感じですかね。今なんか一生懸命ロードフィールドのコンバータを実装したんですけど、これロード S フィールドの方ってどうだっけっていう、なんか同じような感じで直さなきゃいけないとこあるんじゃないかみたいな、今なんかちょっと不安に襲われてるんですけど、大丈夫か。そうか。インスタンスの指定がないからね。スタティックメンバーに対しては。インスタンスの指定がないので、そうするとアロー演算子とかももちろん登場しない。ピリオドもそうですけど、だからこれでいいってことですかね。なんかこれ見てるとあんまり共通化できない。今のところ、あれですね、共通化できない感じですね。ちなみに、この UTT、
として今アプライを外出ししてるんですけど、これはもうなんか内側に移動していいような気がするんで、今このままでリファクタリングしますね。ここ、バイパスしていたのを直接実装するようにして、もうこの UTT は廃止します。こんな感じ。いいかな。なんか単純な作業やってる割には複雑でちょっと分かりにくいコードなんで、もうちょっと手を入れたい気はしますけど、とりあえずこれでいきますか。じゃあ実行してみましょう。どうかな。またなんか出ましたね。エバレーションスタックアンダーフロー、アンダーフロー、あ、なんか分かった気がします。それは。ロードフィールドで、勢いよく、ポップスタックした後、指揮を出力してますけど、演算結果についてプッシュしてないですね。テキストの、プッシュスタック、ターゲットタイプでやると、シンボルが得られますよね。SI リファレンスのシンボルネーム、本当か、まあいいや、シンボルネーム、ここですよね。これがこうなるってことかな。プッシュスタックしてるとこどう書いたっけ。ピークして、ああ出ないか。プッシュスタックしてるところは、あ、そうか、リザルトネームで書いてたんですね。こうか、こういう感じかな。ターゲットのタイプが決まりました。それを使って式を作、右辺の式を作ります。そしてその型に対応するその左側の受け皿を、作ります。それはプッシュされることが条件です。なのでそのプッシュ対象のスタック用ローカル変数の名前が得られます。それを左辺に置く、右辺は生成したライトエクスプレッションを置く、うん、いいですね、はい、うん、例外出なかったようですね。そうするとここら辺かな。はい、あ、ちょっと変わりましたね。まず、C の関数は、int32t を返すように変わりましたね。それから、ああ、ちゃんとなってますね。ここを、ポインターの参照は最初のこの、st フィールドするために、ポインター型として、スタックが用意されています。その他にホゲさんそのもの構造体の値として格納するためのこのスタックがちゃんと用意されています。で、まあそれはローカル変数としてもあるんですけど、このローカル変数からの代入がここで行われてるんですよね。でこれって要するに値型だから実際にコピーされている値全体が、でコピーされた内容のバリュー2を取り出す、そしてスタックに積む、で、最後それをローカル1に入れて、そのローカル1の内容をもう一度スタックに入れて、で返すみたいな感じになっていると。ああ想定通りですね。出力の想定通りです。そして興味があるのは、これはリリースモードで C コンパイラがどう解釈するかですね。
あんまり情けないコード出さないでほしいなとは思ってるんですけど、はい。まず、まあ、デバッグモードで一回実行してみますか。どうしようかな。メインブレーカー入ってますね。じゃあ、動かしてみましょう。あ、そうか。あと、あれですね。ここから値が戻ってくるので、それを受け取って、受け取って、あ、これアサートだと、何度も言ってますけど、リリースモードだとアサートがね、ダメなんですよね。どうしようかな。N デバッグに行っちゃうんですよね、きっとね。else だとダブルアサート、コア CRT、ちょっとなんかうまくやる方法があんまり思い浮かばないかな。ダブルアサートを呼び出すのがいいってことかな。どうしましょうね。じゃあ、ちょっとアサート使いたいけど、やめて、スタンダード IO で、素直に出しますか。プリント F で。プリント F。ほんと久々。本当に久々だな、もう、プリント F。N とかやるんだよね、多分ね。そうだよね。こういう感じかな。ここも直しておきますか。1と2。これは副作用を伴うので、C コンパイラは、これを省略はできないってわかるはず。なので、それなりのコードが出力されるはずですね。ビルドします。大丈夫ですね。じゃあ、デバッグモードで、まあいいか。最初はデバッグでやるんだった。このまま実行します。と、先頭に行きます。これデバッグモードだから多分インライン展開もされてないと思うので、このままステップ実行で中に入ります。で、前半は最初に検証した通りで、バリュー2に456が入ってますね。これローカル0を見ると、字がちっちゃいか。ローカル0を見るとバリュー2が456入ってます。これがここのイコールの代入でこっち側にコピーされるかですよね。今見ると、なんかまあ、デタラメな数字が入っています。C は、初期化されないので、明示的にやらないと。で、代入します。そうすると、ちゃんと456入ってますね。コピーされたことがわかります。そして、そこから、値を取り出してきて、スタック0にプッシュします。入ってますよね。なので、もうあとこれを抜けていくと、456という数字が返されてますね。だから、プリント F でそれが出力される。こんな感じ。ここまで実行したところで、コンソールを見てみると、456と12と11ということで合ってますね。はい。まずこれは OK。じゃあ、リリースビルドしてみましょうか。ビルドします。そして実行します。はい、ここ来ましたね。インライン展開されてると、ステップインとかもできないので、ここでいきなり、逆アセンブルしてみます。お、なんか短い感じ。まず、これはスタックポインターの操作かな。そして、これは EDX の 1C8LEARCX ストリング。これはストリングへのオフセットのポインター、ポインターですね。ポインターが、LEA なので、RCX に反映される。そして、プリント F を呼び出す。ってことは、これ今、64ビットなんで、EDX は、第2引数になるのかな。
1C8 あ、合ってんのかな。つまりですね、この関数を呼び出すと結局返される値ってまあぶっちゃけこの関数は固定的に456を返しますって関数ですよね。そしてえ456という数値はヘキサで 1C8 ですよね、うん、でディスアセンブリの結果を見ると、いきなり 1C8 という16進数をスタックに積んでいるので、これってプリント F で直接456っていう数字を出してるに等しいですね。つまりコンパイラはこの関数を解釈した結果固定的に456を返すと見通してますね。ああ素晴らしい、いいじゃないですか。はい、なのでプリント F を呼び出した結果画面には456と出ると。ああよかったよかった。そう、このこういうどうあの挙動というかこういう結果を期待していました。はい、これで先ほどと同じですね。456と12と11が出るということですね。ああできましたよ。はい、大丈夫ですね。これでロードフィールド、インスタンスに対するロードフィールドもできましたね。対照的にロード S フィールドはあるけど、STS フィールドがないのかな。うん、一個組み合わせ、要するにインスタンスフィールドとスタティックフィールドの組み合わせとしては、まあ一個ちょっと足りて、まだ足りてないんですが、ST これかな。そうですね、 ST フィールドあるけど STS フィールドはまだ実装してないですね。うん、この辺もちょっと実装しなきゃいけないですね。それ実装するとこう組み合わせで4通り出来上がるので、あとロードロック、ロードフィールドやった、ロードロックもローカル変数はスタティックっていう概念はないか。ロードロックとそれから ST ロック、ロードアーグ、あのあたりを実装すると共通的にその外出し可能な部分ですね、UTT みたいなところに外出し可能なところが何が必要なのかみたいなのが見えてくるような気がしますね。まあもうちょっと置いといて、そのあたりの命令が網羅できる頃に分かってきたら、なんかその共通化させることを考えましょうか。はい、じゃあ以上で、なんか35苦痛だったなんか苦痛だった。まあ後半はね、新たに IL1 個サポートしたので、新しいことやりましたけど、前半ちょっと苦痛だった辛かったな。サポーテッド、ロードフィールド、オプコードと。はい、で、35ってタグをつけちゃっているので、とか、まあ、そのこと36とかでも、まあいいか35の2とかにしときます。こんな感じでつけときますね。はい、 OK ですね、プッシュしました。あとじゃあこれでフィールドの、インスタンスフィールドについてはできたので、いよいよじゃあインスタンスメソッドの方ですね。じゃあ次回インスタンスメソッドの方に取り掛かろうと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。